オタホの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタホです。今日紹介するおもちゃは、これだハズブロトランスフォーマース、パワーオブザプライム、マイクロナス、リージマキシモに、てててベクタープライムだ <laughs> というわけで今日は、この3体を同時にレビューします。まあ、基本的には、同じようなギミックなんで、このベクタープライム、これを中心にね、レビューします。 ここをご覧ください。ヘッドマスターサイズのフィギュアが入っていますね。で、これはヘッドマスターじゃなくて、僕が以前レビューしたオプティマスプライムとか、ロディマスプライムについていたマトリックス。あれみたいになるんですよね。今回はベクタープライム。これが入っています。で、ここにシェルがありますね。アウターシェル。このカラーリングやデザインを見て、あっと思った人結構いるんじゃないでしょうか。そう。昔、テレビで放映されていた、 超人マスターフォースに登場するプリテンダーのメタルフォークなんですよね。いやー、まあ、そういった意味ではこれはリメイクアイテムと言っていいでしょう。ただ、昔発売されたやつよりもすっごい小さい版。まあ、そう考えたらいいかな。他の二つも、こっちがマイクロナスなんだけど、昔同じく超人マスターフォースに出てきた時はフェニックスっていう名前でしたね。それから、こっちの方はね、デストロンのタウラスという名前でした。 ま、あ、海外名はスカルグリーンとも言います。リージ・マキシモ。ま、あ、大体同じような感じだね。さあ、というわけでね、早速パッケージの中から3つを取り出します。それぞれヘッドマスターサイズのミニフィギュア。デコイ・アーマーというスーツ。それから背面に取り付けたこのパーツが武器になります。まずはベクタープライムから見ていこう。造形はこのようになっています。 ヘッドマスターサイズで、後ろ側はこんな感じ。このように変形します。同じパワーオブザプライムの、オプティマスプライムの、マトリックス。まあ遊び方としては、この中に入れるのかなうん。<laughs> あんまり面白くないな、これ。まあメインの遊び方はこれですね。このデコイアーマーにセットします。 閉じると、じゃーんこのようになります。これすっごい小さいんですけど、よーく見ると、この頭部のところっていうのは穴が開いていて、中のフィギュアの頭部が見えます。あー、これはパッと見た感じ、昔のそのメタルホークだね。あー、いい感じです。後ろ。で、もうこれ今変形をお見せしちゃうんですけども、ここを展開して、これがグリップ。 これを後ろに持ってくると、じゃんこのような銃になるわけです。後で他のトランスフォーマーに持たせます。まあ、これ、超、超入門編トランスフォーマーって感じだね。再び取り出して、これは遊び方的には、再びさっきの銃の状態にして、あのヘッドマスターの時にもこういうピンがありましたよね。ヘッドマスターピンというのかな。このように接続して乗せることができます。 または、ボディを折りたたんで、このようにすることもできます。説明書にはこのように書いてありましたね。この背面のパーツ。これは、このジョイントのところで、外れるようになっています。で、腕。この腕だけ稼働するんですよね。で、この武器の裏側にピンがあって、 このようにデコイアーマーの時の武器になります。ちなみに僕個人的にはこういうジョイントになってるんであんまり頻繁につけたり外したりっていうのはしない方がいいかもしれませんね。ここの渋みっていうのが必要になってきます。基本的な遊び方はこんな感じ。次は一通りのギミック、フェニックスでもお見せします。中のフィギュアはこんな感じ。後ろ。 ま、ちょっとね、こう <laughs>、あの、他のやつに、こうセットしたりっていうのはちょっと省略します。デコイアーマーにセット。じゃーんこれで完成あ、これの場合は、えーとね、頭部がかなり奥まって見えないなぁ。こんな感じ。で、武器。これはガトリングガンですね。これで完成 このパーツを外して、手に持たせると、このようになります。さあ、そして最後は、リージ・マキシモ。造形はこのようになっています。後ろ。マークはこんな感じ。デコイアーマーにセット。完成このようになります。 これは頭部のこの目の部分と鼻のところ、ここに穴が開いています。なので、こう、はっきりとは見えないんだけど、あ、中に何かが入ってるっていうのがわ <laughs> かります。後ろ。変形。これで完成。さっきの二つは銃だったんですけども、これはなんていうのかな、こう、黒みたいな感じの武器ですね。 これは、手に持たせるジョイントはここにあります。持たせると、こんな感じ。3体を一気に並べると、こんな感じです。さあ、そしたらね、僕の遊びたい遊び方は、これですよ。他のおもちゃと連動して遊ぶと楽しいです。日本の設定で言えば、このプリテンダーって、この人型が大きくなって、もうロボットになるんですよね。 なんか小さい時の、その実際に発売されたガングってなんか僕、子供ながらにすっごい違和感があったんですよね。劇中でこういう描写はあったかどうかわかんないけど <laughs>。なんかいい感じ。あ、そう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 。ちなみにこの下のこのジェット機は、海外のトランスフォーマス、タイタンズリターンの時に、あのボックスセットの中に入っていたメタルホーク。これ一部折れ変形しています。これはヘッドマスターギミックがあって、中にパイロットがいますね。 デコイアーマーから、僕個人的には何の思い入れもないこの人を外して、メタルフォークの頭部になる。この人入れた方がなんか、僕はいいかな。おー。ま、ほぼあんまり違いはないけど、なんかこういう方がいい。あとは、これを武器にして持たせちゃえば、これで全部メタルフォーク。他の2体は武器として持たせると、こんな感じになります。 というわけで今回のハズブロトランスフォーマースパワーオーザプライムのマイクロナスリージマキシモにベクタープライムのレビューいかがだったでしょうかまあこれは元ネタを知らない人にとっては、うん、最大の楽しい遊び方というのはやっぱりこの中にねフィギュアを格納したりとか自分の持っているお気に入りのそうだなデラックスクラス以上で5ミリ穴が開いているトランスフォーマーの武器になるまあそこが遊び方としては楽しいところかな 正直、これ一個あって、元ネタ知らない人にとっては本当になんだろう。ハッピーセットというか、フックトイというか、まあ、チープトイのような印象を受けると思うんだけど、小さい頃に超人マスターフォースを見ていた人で、まあ、こういったね、これは国内で発売されてはいないんだけど、ちょっと大きいデラックスサイズクラスのトランスフォーマーがあれば、劇中のようにね、これが巨大化してロボットになるっていうのを再現できます。だから僕が一番楽しい遊び方としては、こう、横に置くみたいな。 そういう感じの遊び方ですね。まあ、単純に僕はこういうプリテンダーをこうリメイクしてくれたっていうのはとっても嬉しいです。他のメンバーもまだいるんですよね。これぜひ発売してほしいですね。そして、こう、なんていうのかな、こう、後ろに並べる大きなトランスフォーマーが欲しい。これ単体のプレイバリューっていうのは乏しいんだけど、遊び方次第で、それぞれの思い入れ次第ではとても楽しいものになります。気になった方、ぜひゲットしてみてください。 今回の動画面白かったな、楽しかった。オタファのトランスフォーマーのレビューもっと見たいなという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつもすごく励みになります。まだまだ他のパワーオブザプライムのトランスフォーマーっていうのはいっぱいあるんで、順次レビューしていきます。あとはどんなことでも結構です。オタファ、ちっちゃい頃超人マスターフォース見てたよーとか。あ、これ他のキャラクターももっと発売してほしいねーとか。他にもどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。 それでは次の動画でお会いいたしましょう。またね